ります。また答弁者は1分以内を基本にお願いしたいと存じます。なお特定の候補者に対する質問の禁止はいたしておりませんけれども、候補者全員に対する公平なご対応をお願い申し上げます。また回答は質問ごとに順番を入れ替えてまいります。それでは始めたいと思います。最初に県政クラブ幹事社新潟日報小原キャップよりお願いをいたします。はい、始まりました。新潟日報で県政クラブのキャップをやっています小原と申します。よろしくお願いします。代表幹事として2点初めに質問させていただきます。まず1点目は農業問題です。細野さん少し触れられましたけれども、米価下落が非常に新潟県の農家は苦しんでおりまして、地域経済にも影を落としております。その農業問題にどう対処するのか、国別所得補償を復活させるというのであれば、その財源を含めてどうされるのか、以前のように基盤整備の方から回すのか、どういう考えなのかというのを伺いたいのが1点と、あともう1点、原発の再稼働についてです。鹿児島県の仙台原発では、再稼働の同意を求められたのは地元の立地自治体である薩摩仙台市と、県だけでしたけれども、新潟県では柏崎市刈谷村以外に周辺の市町村からもその東京電力に対する同意、再稼働への同意を求める声が出ておりますけれども、そういう地元自治体の同意の範囲ですね、どのように考えているかを聞かせてください。以上にお願いします。それでは1回目、長妻候補からお願いをお願いします。どうもありがとうございます。農業についてですが、これ代表選に出るときに基本政策というのは各候補者出すんですけれども、私が書いたのが農業者個別所得保障制度の法制化、そして TPP については徹底した情報公開を求め、脱退も辞さない厳しい姿勢で臨むということで、あります。でやはり農業についてはですね、まず産業の側面だけで、国は進めていくべきではない。健康、命、食の安全、環境、あるいは農業をやっておられる高齢者は健康寿命が長いと、こういうこともありますから、そういう側面でですね、いろいろな省庁が合同で、育成をするというのがまず1点。そしてやはり最も重要なことは、その農業の生産性を上げていく、つまり売れる農作物、売れる米、これをいかに作っていくかというようなことに加えて、絶対の消費量、我が国が作っている農業のニーズ、消費の量を底上げをしていくということが非常に重要だというふうに思います。その中で、例えば東京でも学校給食っていう中で米も多少出ておりますけれども、例えば給食についてはですね、本当にお米を出していく、当然ご自宅ではいろいろパンとか他のを食べるわけで、もうお米を食べない文化になってしまう我が国というのは大変これは悲しいわけですし、文化も失われる、全体の消費量を底上げする政策と、売れる作物を編み出していく政策ということを進めていくということだと思います。当然集落の維持ということも先ほど申し上げた産業以外で考える要素であると思っております。で再稼働についての同意の範囲ということですけれども、これは福島第一原発の事故が起こったときに3000万人避難計画が立てられたということも聞いております。時と場合によってはということでありますが、そういう意味ではその避難の範囲というのをですね、あまり狭めないで、それは住民から声が出ればですね、同意の範囲も広げていくということが必要でありますし、本当に大きい事故が起こった時にそもそも避難ができるのか否かというような視点も十分に見ていく必要があると、私は再稼働は原則しないという政策を出しておりますので、以上です。はい、続いて細野候補。はい、お願いいたします。先ほどのですね、週刊の中では新潟産コシヒカリの話をしましたが、
魚沼さんですらですね、1万6000円台ですよね。これでは規模の大小にかかわらずやれない、大企業は厳しいかもしれないぐらいこの価格は低すぎます。で、あの米所得保障というのは米の価格というのは毎年変動しますから、それをしっかりと埋め合わせをしていくという意味ではですね、安定的にやらないと意味がないんですね。で、年によって当然まあ価格が下がった場合は米所得保障で入れなければならない、そういう金額が大きくなりますが、そこはまあそこに対応してやるのが仕組みですから、私はあの今年度に関して言うとしっかりやるべきだったと思います。ですから財源は民主党政権の時にそれをある程度確保していたわけだから、それをベースにしっかり継続をして、長い目で見た時にやっていくということが重要なので、それをやはりやるには法整備が必要ではないかというふうに私ども考えているんです。原発の方ですが、あのまず避難計画をしっかり作るということが重要だと思いますね。まあ、柏崎カレアの場合はまだそこまで行っていませんが、あのですからそこは地元の皆さんの理解も得なければ再稼働できませんので、それをしっかりとやっていくということが大前提になってくるというふうに思います。続いて岡田候補お願いいたします。はい、まあ、私もなぜ個別保障をやめたのかって説明的に自民党にあると思いますね。もし制度があれば、まあ、全然違った対応になっていたわけですね。で、自民党の政策、例えば減反5年後やめますとかですね、まあ、非常に私無責任だと思うんですね。全く農業政策として整合性取れていないということで、これはもう猛省を求めなきゃいけないというふうに思います。まあ、それでも選挙に勝っちゃうんだから不思議ですけどね。それからまあ需要拡大という意味では、私はやっぱりまあ新潟はその典型ですけれども、やっぱり米の輸出っていうものにもっと力を入れるべきだと。日本の安心安全で美味しい米、アジア全域に輸出できるというふうに思います。からまあかつて新潟に来た時に、あの実際にその現場に行かせていただきましたが、やっぱり米粉パンとか麺とかケーキとかですね、米の需要拡大のやり方っていろいろまだ工夫の余地ありますよね。まあ、そういうものをより本格的に展開していくべきだというふうに思っています。まあ、原発の同意の範囲ですけれども、これはまあ県が中心になってよくですね協議していただく必要があるというふうに思います。で、あのいずれにしてもその同意をどこまで求めるかという話はありますが、まあ、同時にですね、あのきちんと周りの自治体の皆さんも納得できるような丁寧な説明ということは最低限しっかりしなければならないというふうに思っています。はい、地元メディアの皆さんから他にご質問ありますでしょうか。はい、社名、氏名を名乗りいただいた上で、ご発言をお願いします。朝日新聞で記者をしております松浦と申します。政権を取っていた時代ですね、まあ、民主党の掲げていたものの一つに、あのコンクリートから人へというものがありました。で、ただ今現状でも地方に行きますと、まだまだ昨日閣議決定されました自民党の予算で、まあ、公共事業費が維持されたり土地改良区の予算が増えればですね、地元では良かったというような声もあります。政権を取った上でですね、今公共事業についてどういうお考え方というのを参考にお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは細野候補をお願いいたします。はい、我々は政党としてですね、もう一つ掲げなければならないテーマとして、未来の責任というのがあると思うんですね。やはり子どもたちとかまだ生まれてない世代に何を残すのかということなんですよ。で、公共事業に関して言うと、維持を補修そのものに相当これからお金をかけていかなければなりません。これは安全の面からも欠かせないですよね。そのことを考えたときに、新規にどん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 拡大をするということについては、未来の責任という観点からもどうしても絞り込んでいかざるを得ないと思いますね。ですから、そこは自民党と我々の考え方はやはり依然として違うんだろうと思います。あのコンクリートから人へという言葉で、まあ、コンクリートを作っている方々からいろいろちょっとやや厳しい声があったので、どういう言葉を使うかっていうのはいろいろ柔軟に考えていかなければなりませんけども、考え方そのものはこれからも変えるべきではないと思います。はい、えて岡田候補お願いします。我々の時に公共事業予算3割カットしたんですね。で、これを教育とか社会保障に回したと。これは私大きな成果だったと思うんですね。で、我々政権つけば同じことをまたやるということです。あのもちろん公共事業は悪ではありませんから、必要な公共事業はあるんですけれども、そこは選択と集中で
まあ、財政も厳しいし、そして人口も減少していく中で、やっぱり絞ってやっていくということでなければならないというふうに思います。ちょっと私、安倍さんは2本目のやっといて、機動的な財政支出ということで、公共事業予算を増やしたときに、反発があまりないというか、メディアも含めて結構いいことだみたいな雰囲気があったのは、非常にショックを受けたんですね。やっぱりこれ違うと私は思っています。続いて長妻候補、お願いします。やっぱりもう現状を見ると公共事業も消化しきれないで人手不足でですね、消化未消化のお金が宙に浮いているという現状であります。まあ、コンクリートから人手っていう、私はそのキャッチフレーズを、どんどんもっと使う続ける必要があると、コンクリートって象徴的に言ってるわけでありますので、やはりですね、景気対策としての公共事業というのはやめるべきだと。それは災害とかですね、あるいは維持費、それはやらなきゃいけない、防災とか。しかし景気対策でも公共事業をやらないと、こうやっぱり決断をしないといけない。まあ、人への投資をした方がですね、雇用波及係数なんかは介護の方が大きいわけですから、今やですね。で、GDP 比でいうと先進国で今1位です、公共事業。子育て予算や教育予算は最低レベルです。この日本がこれだけ借金積み上がったのもですね、バブル崩壊後の景気対策と称して、一回ぽっきりのカンフル剤だよと、こういうことで景気対策して、カンフル剤のはずが毎年同じ金になっている。私は背景には企業団体献金、こういうものもあると思いますけれども、カンフル剤でやってもその維持費はずっとかかるわけでありますので、もうその景気対策としての公共事業はやらないと、こういう原則をですね、打ち立てる必要があると思っています。はい、ありがとうございます。他に地元メディアの皆様、ご質問ございませんでしょうか。三浦日本と申します。アベノミクスの効果がそこにはまだ出ていないという指摘もある中で、アベノミクスに代わるというか、民主党を通しての地方の景況を改善するための施策をお聞きしたいと思います。今度は岡田候補からお願いいたします。はい、私はアベノミクスの効果が波及していないというよりは、アベノミクスの3本目やそのものが機能していないというふうに思います。ですから、先ほど言ったんですが、企業の生産性を高めると、そのことによって持続的に成長するという考え方自身は間違ってない。生産性を高めないまま成長するというのはダブルですから、考え方間違ってないと思うんですが、それがちゃんとできてないところに問題があると。で、やはりカジノだとか、法人税下げるとか、まあ、そういうところに話がいってしまってるわけですね。ちゃんと成長戦略や規制改革をやっていく中で、地方にそのいい影響が及ぶということは私は非常に大事だと思います。まあ、新潟もトップの指定されてますので、まあ、そういうものはしっかりできて、本当に新潟における農業の生産性が高まるということになれば、それ効果を波及するわけですけれども、なかなかそこまでいってないというのが現状じゃないでしょうか。だからしっかりそういうところはやるべき、同時に再分配をしっかり考えるべきということも申し上げておきたい。続いて長妻候補、お願いいたします。まあ、アベノミクスの効果波及してない。グローバル企業、超大手の輸出企業は輸出の数量は増えておりませんから、為替差益でですね、まあ、一部潤っているところがある。しかしそういう超大手のグローバル企業っていうのは被用者の2割、あとの8割はローカル企業で働いておられて、このトリクルダウンがそこから起きない産業構造になっているという把握が安倍内閣には今ないと思います。じゃあどうしたらいいのかと、まず一つはやはり地方の自由度を高める、まだ人間、権限、財源、そして電源、これ自然エネルギーということですが、それを地方で、自由度を高めてやっていただく。そして私がもうなぜ立候補したか、代表選にということにもあるんですが、日本は格差が拡大して人の能力をどんどん潰していると。そうじゃなくて、適切な人への投資によって一人一人の能力が最大限発揮できる。今も都市と地方の格差が拡大しすぎて限界来てます。ですからそういう人への投資をすることで労働生産性を上げていくということなんです。例えば都市部、大都市の製造業などで40代
30代の方もですね、社内でなかなか仕事がない状態にいらっしゃる方がうまくですね、リプレイスして地方の企業で能力を発揮していただくような形、あるいは地方の企業で儲かる力を増やすために、転業とか合併とか、これ血が出る話ですから並大抵のことじゃないですけれども、そういうことを促すような社会の制度、行政の制度、そういうのを作っていく、あるいは人への投資という意味では、企業かベンチャー企業を立ち上げる人たちに対して、東京じゃなくてこの地域で立ち上げれば非常に優遇があると、こういうような形で欧米の4分の1から3分の1ですから、企業率がですね、そういうようなことを重層的に組み合わせていくということが必要です。今景気低迷の最大の原因は個人消費が伸びない、実質賃金が15ヶ月連続マイナスになっている、 GDP の6割以上を占める個人消費なんですね。そういう意味では民主党の政権、かつての政権は企業への補助から家計への補助にシフトした政権でした。それがですね、家計への補助から今度は企業への補助に今の政権はシフトしている、これが間違ってた。家計への補助というのは格差是正や人への投資ということにもつながる、景気にもプラスになるし成長の基盤を固めると、まあ、こういうふうに考えています。続いて細野候補お願いします。はい、アベノミクスって基本的にトリクルダウンという考え方ですよね。東京や大企業が豊かになればやがてそれが地方にも波及するという考え方ですが、私はこれはおそらく波及しないだろうと見てます。ですからボトムアップ型でやり直した方がいいと。でボトムアップって何かというと、まず一つは農業ですよね。農業の所得が安定をしないと地域の経済元気になりませんから、その一番大事な個別所得保障という仕組みを、これを壊してしまったのは非常に問題だと思います。で二つ目にはやはり中小企業だと思いますね。やはり法人税の減税というのはどうしても東京に相当集中しますから、それをやる財源があるのであれば、中小企業の社会保障の負担を軽減をすることで幅広く企業にメリットがあるようにすべきだと、地方経済にプラスだと思います。で3つ目が規制改革ですね。まあ、トップというやり方も確かに一つですけれども、根本的な問題としては権限財源全部地方に渡して地方でやれるようにするというのが一番近道ですから、それをやることによって、北陸なんかの場合は観光も含めていろんな資源がありますからね、そのいろんな開発であるとか新しい産業を育てるとか、そういったことができるようになるのではないかというふうに思います。ありがとうございます。帝国になってまいりました。次を最後といたしたいと思います。東京からの同行記者の皆様からご質問受けたいと思いますが、いかがでしょうか。なければ、はい、じゃあ最後手短にお願いをいたします。新潟にも行こうと言いますけれども、今日の議論を振り返ってですね、いろんな質問が出ました。激励、批判というか、含めての手だと思うんですけれども、ご共感できたりですとか、こうそういった質問があれば教えてほしいのと、それを受けてですね、代表としてどう取り組んでいくのか決意をですね、伺いたいと思います。もし今日の質問でなければ、これまでの討論会で出たものでも構わないんですけれども、よろしくお願いします。はい、それでは、どれかというより、どれも非常にいいご質問をいただいたと思うんですね。で皆さん の, ベクトルはとにかく民主党をなんとか良くしようという、そういう気持ちの中で女性の話もそうだし、それから入れる人もいなかったという話もそうですし、いろんなことをおっしゃっていただいたというふうに思います。これだけの方々に支えられて民主党はあるんだということを改めて実感しています。その期待に我々が応えていかなければいけないというふうに思います。全ての質問に、当然共感できましたが、やっぱり皆さんもご覧になっていて、今日最後の質問ですね、一番拍手が多かったわけですね。質問だ、これは本当に我々もよくよく考えなきゃいけないのは、つまり大行政が終わったらちゃんとまとまるということを質問されたわけですけれども、やはりここのところが応援していただく方にとっては、これまで大変つらい目に遭わせてしまった、おつらい思いをさせてしまったところだということは、もうみんな民主党議員は胸に刻んでますんで、全国を回って改めてですね、そういう皆さんのお声を受けて、それはもう共感をして、きちっとまとまっていくと、一つの旗をきちっと立てた上でということは、今回の代表選でさらにみんな肝に銘じたんじゃないかと。
ありがたい質問でした。はい、私ももう全ての質問をしっかりメモしながら聞きました。まあ、中でもやはり印象に残ったのは、まとまってしっかり一万円までやってくれという、そういう趣旨の発言が多かったですね、最後もそうですけど、それが一番心に残りました。あとは全体を通して言えることなんですけれども、やはり地域を元気にしたいという思いを随分皆さん持っておられますよね。それぞれ地域によって、事情は違うわけですね。で、そういう地域の声をどれぐらい今、民主党が聞いているだろうかと、ここは反省が必要だと思います。かなり国会議員少なくなったとか、まあ、さらには地方議員が今、数が少ないということがあると思うんですけど、特に北陸の場合はね、新潟以外のところに本当にそういう声が今聞きにくい状況になるんですね。でそうなってくると、まあ、今日は新潟でしたけども、違う県も含めて我々が足を運ぶことによって直接話を聞くことの意味というのは非常に大きいなということを考えながら、今日はいろんな県の皆さんのお話を聞かせていただいております。それでは時間となりました。ちょうど記者会見を終了いたします。以上とさせていただきます。最後の順番に不手際がありましたらお詫び申し上げたいと思いますが、皆様ありがとうございました。